どうも皆さんこんにちは、ナッチでございます。今日はねゴッドフェスで大爆笑したわけですけども、昨日は右下と女の子フェス、まあカーリー1体出ましたけど、まあそこでぶっ飛んで、で今日はゴッドフェスで、100連して出ず、まあじゃあ次はこっち女の子フェス行きましょう。いやーもうね、何も信じられません。だから僕はもうスクルとか8倍って言ってますけど、逆にキカーリーが出ると思ってます。でなんだかんだ150回ぐらい引いてるんですよ、この女の子フェスも。でこれ150回引いて雷神風神スクルと誰も見てないんだよね。だ本当にこれ8倍ってか、そもそも入ってんのっていう検証しながら、実はキカーリーが欲しいっていう動画。もう新フェスゲーなんて知りません。もう僕は既属性のキャラクターを狙いに行きます。ああ本当におるんかねスクルドって。8倍でしょ、元何パーだよっていう。だ元多分1もないよ。150回引いて雷神風神スクルド一体も出てないってことは1も来てないから。でしかもね、8倍で狙いたい時にゴッドベースやってるから、なんかもう複雑だよね。もう生放送で見飽きた光景ですねこの辺はね。まだこっちの方がダイヤ出ますから、正直ゴッドエスより銀も出ますけど、まだダイヤ出るから期待はできる。ただプラスはつく。アテナがすごいですね。アテナちゃんは本当に嬉しいんだけど、そうじゃないんだな。あっさりカーリー出ないかな。なんだかんだ館内が引いてますからね。なんだかんだなんだかんな、もうこんなこと言うぐらい疲れてますからね。疲れてるってか、もうダメージが効果は抜群だ。会心の一撃、いや痛恨の一撃だな。本当に喋ることないもんこれ、大丈夫？なんかちょっと話題作るか、どうしようかな。なんかああそうだそうだ、なんか夏のね、8月の9日ぐらいに行われる、大阪で行われる、イベントに出ます。それぐらいですかね。なんかね、う祭りだったかな、多分う祭りっていうイベントなんですけど、うはひらがなで祭りが漢字ですねっていうイベントに多分出ます。いや出ます、多分じゃない出ます、確か書いてあります。もう1ヶ月切ってますからね、なんだかんだ。いや僕そういうイベントいつも告知しないんでね、ね、事務所のイベントだとさ、こう事務所のあの人が好きだから来るみたいな人が多いからさ、お前誰だよみたいなね扱いをされるわけですよ、実際イベントでは。それが意外と複雑な気持ちなんだよね。例えばその配信者知らなくても一応こんにちはとか握手してくれる人もいれば、ガン無視の人もいますからね。それぐさってくるよね。まあ、なので僕のこと知ってる人がまあ多少来てくれたら少しは心が穏やかになります。もうスクルド絶対入ってないよこれ。逆にこれ引いた人いんのかな。絶対ゴッドフェスで狙った方がまだ安いと思う。どうしてもカーリー欲しいとかだったらね、こっちの方がいいですけど、そのカーリーすら出ないからな。精神崩壊しますねマジ、ガチャラッシュ。
いや、その一つのガチャを何回も回すならまだしも、いろんなガチャがたくさん来るっていうのが一番やばい。一点集中できないもんね。わかったわかった、適当に引いてるから出ないんだ。ちょっと気合い込めて、こう回すを10秒間長押しして、気を込めて気を込めて、これ来るよ。フレイヤね、豚ちゃんどこ行ったんだろう。いないね、そういえば。タカちゃんもいないね。もう何も信じられません、僕は。ガチャ不信っていうんですか、ガチャが信じられません。今度はどこに参りましょうか。今度はね、 FF ガチャに参りたいと思います。光諸葛が1万文歩っていうのは腹立ちますよね。これレアガチャじゃん。やば、タイトル詐欺になっちゃうから。いやでもあと8回で出るはずありませんからね、カーリーかスクルドが。まあまあ、もうこのまんま闇に消えましょう。闇に飲まれます。お疲れ様です。いろんな意味でお疲れ様です。今僕はこのセイレーンの状態ね。このノエルがガンホーだとしたら、僕はこのセイレーンの状態、なんか閉じ込められてる状態。非常に分かりやすいイラストですね。このイラストで言うなら、僕はこのフェアリーの状態ね、魔法石をこうやって集めてる状態ですね。もう本当に、かぐや姫は分かりにくいな。セイレーンが一番分かりやすすぎる。これで言ったらもう完全に赤いカーバンクルですよね。ガンホーは眠り姫で、これ自覚ないんですよきっと。ガチャめっちゃ出してるっていうね、自覚なくて、あれなんかまずいことしたみたいな表情してて、で、赤いのが僕ね。もうそういう動画じゃないからさ、イラストを自分に当てはめるみたいな、これは無理だよ。闇が飛んできてる感じですよ。はい、これ新キャラ、はい新キャラみたいな。そんな感じですよ。久々のダイヤ、お出た、いた、いたよ。8倍、何から8倍になったかわからんけど、いましたね。8倍になって多分ようやく少数回抜け出したぐらいの確率だと思うんですけど、出たね。まあいいや、一応動画としてキリはついたんで。もうカーリーどうしよっかな、また次回がいつか分からんけど、次回でいいかな。9体っていうすごい悔しい数ではありますけどね。まあ一応スクルド出ましたので、何回ですか、結構引いてよね。10、20、30、34回か。ギャンブルメイジ1体いるんで34回ですね。34回で出ました。一応いますということですね。ただ絶対に一点狙いは闇。ゴッドフェスで、まあ、ゴッドフェスもゴッドフェスだけど、ゴッドフェスでね、まあ、ダイヤ出て、まあ、グレモリーとか出る方がまだマシだと思うんでね。はい、ということでスクルドは入っておりました。はい、ただ僕のもう気力はゼロに等しいです。明日のネイもやるか分かりません、この調子だと。さすがにバルフレア引きたいんで、ちょっとね、おとなしくしてようかなとは思っております。でも突然使ってみた動画出すかもしれません。以上、ナッチでございました。バイバイ。